四国は愛媛県新居浜市からやってまいりました新居浜太鼓祭り新居浜太鼓台でございます。新居浜太鼓祭りは男祭りとも言われ太鼓を担ぐ者は皆男衆、自然の恵みに感謝して五穀豊穣を願って豪快に力強く差し上げるその様は豪華絢爛勇壮な姿です。その姿を皆様にもぜひご覧いただきたく地域を挙げてやってまいりました。チーム新居浜心を一つにワンチームで頑張ります。さあいよいよ太鼓台が動き始めます。太鼓台の天井、天幕は空を表し、黒い布団のくくりは雲を、そして四方に垂れ下がる房は雨を表しています。黄金色に輝く飾り幕は金糸で作られています。太鼓台の真ん中には大きな鳴り物、太鼓が据えられており、その音がエネルギーの源、太鼓の音で命が吹き込まれ、今太鼓台が動き始めました。まずは羽生東太鼓台でございます。飾り幕には弁財天、平安時代に創建された厳島神社を舞台とした物語が施されています。一番の特徴は正面で羽を広げる飛竜でございます。飛竜が舞うごとく今日は躍動感たっぷりの太鼓台の姿をご披露いたします。羽生東太鼓台でございます。ご観覧の皆様にお願いを申し上げます。太鼓台が差し上がりましたらここで大きな皆様からの拍手をお願いできたらと思います。皆様の大きな拍手と声援が羽生の力となります。どうぞよろしくお願い申し上げます。動き始めましたのは羽生西太鼓台でございます。羽生西太鼓台は120年余りの伝統がございます。地元新居浜においては古い太鼓として知られています。今の太鼓は平成20年に新調されたもの、初代から数えて4代目の太鼓台でございます。飾り幕は前面には龍と虎、後ろには日光東照宮の陽明門、唐門が施されています。これは代々引き継がれる羽生西の伝統の絵柄でございます。そして横面に描かれるのは風神雷神、これは4代目が新しく取り入れた絵柄でございます。温故自身のテーマで作られた太鼓台、羽生西太鼓台でございます。太鼓は新居浜市内でも最も大きな2尺5寸の太鼓でございます。勢いある太鼓台の演技と太鼓の音色をご堪能ください。続いて動き始めましたのは木城下太鼓台でございます。世代を超え受け継がれてきた五穀豊穣の願いのもと、このふるさと祭りにおいて見せます、刺します、沸かせます。今年新調を控えて現在の太鼓台は祭りではもう見ることができません。この太鼓は昭和61年に作られたもので、明治の時代の初代から数えて4代目の太鼓台でございます。今日このふるさと祭りの場がこの4代目の最後の姿となります。どうぞ皆さんその姿を目に焼き付けていただきたいと思います。太鼓を揺らし書き上げたその時のスタイルは日本一と自負し
しています。ひしろスター太鼓台でございます。太鼓台を代表して中萩地区の萩東、萩西、石の下太鼓台3台での参加でございます。中萩地区の太鼓台は何といっても一番の自慢は今からご披露いたします寄せ太鼓でございます。寄せ太鼓とは指揮者の掛け声と笛、大きな太鼓の音と掛布の掛け声、息遣いが三拍子揃い、皆が一体となって初めて完成する妙技です。長さ13メートルの掛け棒をピタリと合わせ、重さ3トンにも上る太鼓台がひしめき、掛け声一気に掛き上げる、その人差しは夢と希望を乗せた平和への架け橋。今日はご観覧の皆様に自慢の妙技をご披露いたします。中萩地区の寄せ太鼓、どうぞご覧ください。太鼓台の姿、躍動感たっぷりの姿、
それぞれに演技を行ってまいります。大きく太鼓を揺らして、草を揺らして、躍動感あふれる姿をご披露いたします。3回一斉での差し上げでございます。さあ、このまま大振りです。差し上げたままで大振りです。かきふの心が一つにならないとなかなか出せない技でございます。新居浜